カール・オイゲン・ナミ・アイエル・バイン・フォン・ウント・ツー・デア・ライエンは、ドイツの主単ですヘル。ライエン公、ホーエン・ゲロルツエック伯爵及びアーデンドルフ団爵。ナポレオン時代に短期間だが、ライエン公国を統治した、フィリップ・フォン・デア・ライエンと、その妻の伯爵令嬢、ゾフィー・フォン・シェーン・ボルン・ビーゼント・ハイトの間の第二子、長男。1817年11月23日。 バイエルン王国の諸行身分に登録された。1820年、来園期の新しい居所として、オストアルゴイ軍のバール・ウンターディー戦の騎士領を購入した。以前の所領だったライン川沿いのアーレンフェルス、ニーバーン、カンプなどは売却された。バイエルン王国軍に主管し、1814年昭儀、1817年中儀、1820年大尉。 1823年、少佐、1833年中佐、1841年、大佐、そして1856年少将に上った。1829年の父の死と同時に、河野称号とバーデン盗賊議会第一員の接収議席を継承したが、議会には生涯出席することはなかった。バーデン国議会の議席は、 父の統治した来園広告が売信化され、一旦オーストリア帝国の主権下に入った後、1819年にバーデン大公国領に帰属した経緯から生じたものである。1818 18年8月1日ウィーンで白爵令嬢、ゾフィー・テレーゼ・ヨハンナ・フォン・シェーンボルン・ブーフハイムと結婚した。夫婦には6人の子がいたが、成人したのは3人だけである。 スタマターフェルデアフルステン、フォンデアライオン、ありがとうございます。